成したらスライムだったけ。魔王と竜の建国譚。ここはジュラテンペスト連邦国。さまざまな魔物たちが手を取り合って生活している、世界でも類を見ない場所だ。スライムがこんなところにいるのも不思議かもしれないが、俺はここの名手なんだ。スライムは見た目によらないってね。あ、実はスライムに転生する前は人間だったんだぜ。襲ってきた通り魔から後輩をかばったらそのまま死んじゃって異世界に転生したんだ。今はの際につぶやいたことがなぜか叶えられちゃった結果、見事なスライムボディとして生まれ変わったってわけだ。いろいろあったし、今でもいろんなことに巻き込まれるけど、まあなんだかんだ平和な日々を送っている。本当にこの場所も立派になったもんだ。街の中を歩くことを推奨します。街にいるキャラクターとの会話を推奨します。リブル様、お前も族長だったんだし、街のことについてこれからもいろいろ助言してくれよな。街を平穏無事に治めるリムル様の統治力にはただただ頭が下がるのみです。他のキャラクターとの会話を推奨します。リムル、ミリム、会った時にも言ったけど、俺の許可なく街やその周りで暴れないように、約束だぞ。もちろんなのだ。約束は守るぞ、リムル。他のキャラクターとの会話を推奨します。まあ、リムル様、リムル様、今度新しい着物をぜひ試着してくださいな。いいけど、女の子用じゃないよな。さーて、今日も何事もなく。って言ってるそばから、大型の魔獣の接近を感知しました。偶然とはいえ、こんなにも魔獣がやってくるなんて。せっかく皆様にも新作をお召しになっていただこうと思いましたのに。また着せ替え人形に。これは魔獣に感謝だな。数など問題ではありません。すぐに片付けてまいります。
気にすんなって、あのくらいどうってことないだろう。さすがはリムル様。ではリムル様の秘書であるシオンが蹴散らしてまいりますね。町に牙を剥く者は我が主へあだだす者も当然、一瞬で片付けてまいりましょう。シオンとランガだけでも問題なさそうだけど。わっはっは、では代わりに私が言ってやろう。マブダチの町を荒らす者は許さん。ここのところ平和すぎて腕がなまりそうで、ぜひ俺たちにお任せください。全員やる気に満ち溢れているようですな。待て待て、お前ら全員で暴れたら町まで壊れちゃうって。だからここは俺が行く。なんと主自らの出陣。どこまでもお供いたします。リムル様、シオンの活躍見ていてくださいね。おい話聞いてた？ずるいぞ、私だって戦うからな。もちろん手加減はたっぷりしてやるから安心しろ。はあ、やりすぎてあたりをめちゃくちゃにしてはいけませんからね。過剰かもしれませぬが、魔獣たちが近寄らぬようきついお灸を据えてやらねばなりますまい。誰も待つつもりはないようですね。まあ俺もですね。ではリムル様、どういたしますか？お前ら抑え込む方が大変だよ。仕方ない、全員で行くか。本気で行くぞ。手札から攻撃するキャラクターを選択できます。キャラクターもしくは種類が同じものは複数選択できます。技能の魔装痕を使うとスキルポイントがたまり、手札は全て技能の魔装痕であるため6枚全てを選択可能です。左下のスキルボタンでは今回の攻撃によるスキルポイント増加量を表示しています。複数枚選択するとコンボとなり、コンボが多いほど与えるダメージが増加します。4コンボ以上でさらに強力な攻撃が発動します。上手です。終わらせるのだ。これならどうだ。それ、よし、私がぶちのめす。奥義の魔装痕を使うとキャラクターの HP の下に表示されている奥義ゲージがたまります。最大まで貯めると奥義の魔装痕を増やすために先ほど貯めたスキルを活用。技能の魔装痕を奥義の魔装痕に変換するスキルを選んでください。再現じゃ。奥義の魔装痕で6コンボ発動することが可能です。各キャラクターの奥義ゲージでは今回の攻撃によるゲージ増加量を示しています。これは使える。終わらせるのだ。それならどうだ。それ、みんな怪我はないか。奥義ゲージが溜まったため手札に奥義発動痕が出現しました。ゲージを消費。奥義発動痕はどの手札とも組み合わせて使うことが可能です。他の手札も選択した上で攻撃を発動することを推奨します。これが切り札だ。誰一人逃がさない。神の怒りに焼き貫かれろ。メギド。
これが俺の覚悟だ。覗き見はこれくらいにしておきましょうか。もっと見たかったです。まあまあ、どうかしら。パパの勇姿はとってもかっこよかったです。私もあっちに行きたいです。まだその時じゃないわ。でも安心なさい、すぐに会えるわ。あ、そういえばまだ名乗ってなかったよな。俺はリムル、リムルテンペスト。何の因果かスライムに転生しちゃったんだが、頼れる仲間と守るべき町があって、今の暮らしが結構気に入っている。そっか、そういえば転生してからだいぶ経つんだよな。あの洞窟で目覚めたあの日から。